明日は母の日です。福岡市天神では子どもたちが書いた感謝の手紙や花などが並ぶ母の日マルシェが開かれています。お母さんなど大切な人への感謝の気持ちを込めたメッセージがずらり。小学生およそ200人が書いたものです。大丸福岡天神店のエルガーラパサージュ広場で今日から始まった箱崎母の日マルシェは、福岡市東区箱崎箱松校区の住民らが企画したイベントで、2年ぶり2度目の開催です。地元で人気のパン屋や肉バルなどのグルメを堪能できるほか、感謝を込めて渡すカーネーションなどの花も並んでいます。主催者は地元の魅力を知ってもらいつつ、家族への感謝を考えるきっかけ作りになればと話していました。イベントは明日までで、午前11時から午後6時まで開かれています。